パワーリフティングパラ応援大使の三浦博志です4月25日から5月6日まで命を守るステイホーム週間いかがお過ごしですかコロナウイルスの怖いのは誰が感染しているのか自分が感染しているのか分かりにくいところです今は自分がうつらないように友達にうつさないように 一人一人の行動の積み重ねが大きな力となり感染の防止につながりますまたおうちにいることでイライラ悲しみ混乱など心にも影響が出てきた時はいつでもどこでもリラックスできる深呼吸をしましょう鼻から息を吸って口から大きく吐く 鼻から息を吸い、口から大きく息を吐くことで、副交換神経の動きが高まりやすくなります。今、東京の空気は美味しいですよ。この困難を少しでも早く収束することを願い、皆さんと共に乗り越えていきましょう。